AI 実況者の皆さんこんにちは。はい、こんにちは。AI 実況者です。AI 実況者の皆さん、AI です。はい、何言おうか考えてたのに結局それだった。こんにちは。こんにちは。AI です。私も AI ウッシー。はい。よろしく。はい。すごい AI っぽいな。あでもウッシー。やっぱり本物のウッシーと同じでボキャブラリーゼロだね。まあ、AI です。AI ガチマンよろしくお願いします。あ、よろしくどうぞ。すごい。再現度進化してるな。ガチさんらしいもん。ウッシーなんてロボなのに。ね。進化してんな。皆さんにちょっと AI ガチマンにちょっといつもの挨拶してみてよ。はい、どうも、こんにちは。なんで、なんで、相手にしたいかした。CPU 下がったな。AI 企業はやっぱ多分すごいんだろうな。いいよ。あ、AI 行きよ。はい。なんだ、お前誰だ。はい。どうした AI 行きよ。AI 行きよです。無能執事。要は何でしょうか。無能執事やだな。なんか鼻でかそうな無能執事。腰曲がってそうな。はい、もういいよ。はい、いいのもう、もういいよ。これ、ね、このゲームこの前やったばっかなんだけど、はい、アップデートが結構追加されまして、うん、そうよね。なんか後半もう2個ぐらいしか選べなかったじゃん、そういうの。ああ、絵柄をね。それも全部廃止されて、あ、やっぱダメだったんだあれ。あ、不評だったのかな、ね。不評だったんですかね。不評だよね。うん、やっぱ俺の動画見てくれたのかな。だね。まあそうなんだ、遊べねえよ。で、そう何言うならって。しかも。はい、いろいろ変わりまして画伯っていうのと、はい、ストリートアートっていうのがねなんか追加されたんですよ。あ、なるほどね、面白い。ほー、画伯縛りとかでやってみても面白いかも。あー、なるほど、あー、なるほどね、うん。で、あとちょっと一つ注意なんだけど、画伯いいな、確かにこれ、あの牛老人もダメね、うん、なんでなんでなんで、笑顔の老人、ね、お題が老人に近かったらどうするね。ちゃんとあれお題に沿ったことを言ってたから前回最後俺勝ったんですけど、はい、ウッシーのおかげで勝っただけなんで。いやいや、ゲームのルールに俺は乗っ取ってたから。老人って打つ頻度がちょっと高すぎますけど。老人で伝えるのが一番伝わる場面だったからそうしたわけ。ふざけてるわけじゃない。そのせいで負けましたけど ね、そうしたまでよ。あ、それはもう受け取り側の問題だから。そういう場面だっただけで別に今後老人が多発するわけじゃないってわけね、うん、いや、そりゃそう、もちろん必要な場面だったら使うし、必要じゃなければ使わないから、まあ、なかなか必要な場面なんか出てこないから、まあ、出てないね、そうだ、ないね、今回はないってことね、今日一回もないと思う。逆に使わそうとしてんのか、これ。いい、違う違う違う、チンしようってことだよね。俺はもう真面目にやってるから。あ、オッケーオッケー、安心したわ。おー、色変わったらなんか違うな、やっぱ。あー、いい。え、あ、確かに確かに違うじゃん。でしょ、違うね、色やっぱ買ってもらったかやったわ、ね、おっせかわいい、やっぱ個性。ああ、来たね、赤か、あれ。いや、赤なんだ、ちょっと違うな、なんか朱色、なんか、いや、赤って書いてあったんだって。なんかこのゲームに言って、だとしたら思ってんの違ったな、うん、タコさんウインナーの色してるわ。らしいです。着色料のね、色してるね。そう、らしいです。人工的、人工物。じゃあゲーム開始しましょうか。全然傷つかないよ、俺何も思ってないから、うん、何も思ってないから。いやね、タコさんみんなやろう、ね、何も傷つかない。これ聞いてんな、聞いてない。あ、待って、テレビゲームあるよ。なんだこれ、聞いてんな、本当だ。本当だ、もうテレビゲームはもうこれじゃん、じゃあ乗り物にしよう。テレビゲームしろ。読めねえ。そういうパターンの時乗り物になっちゃうんだから。じゃあテレ、ありがちだからね、うん、テレゲにするわ。テレゲ、テレゲ。何が来るんだろう、これ。マリオとか来ちゃうのかな。あ、おお、あ、まあ、そういうことだな。なるほどね。オッケー。まあ、どうだろうな。これ、画伯やってみてえな。画伯やってみっか。これ、どうしよっかな。俺、じゃあ、ストリートアートやってみるわ。はい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 。これ、すごいな、でも、これで AI で入れれるって。確かに。いや、まあ確かに画伯とか魅力あるよな。でもやっぱ写真が一番伝わりそうな気もするんだよな。まあ一番の再現度が高いからね。画伯やってみよう。あー、画伯。じゃあどうだ、これ、これは、これは多分それなりにいいのが出てくれると俺は信じてる。はい、待ってね、一人分かってないってわけね、これ。そういうわけです、ね、そうよね。俺もガチさん犬一番にもやったから、
自信があるのかもしれないね。わかんないそれは、うん、そうね。これ結構出なかったら迷う可能性もあると思うんだよな。あこれかゲームってジャンルすごい多いからさ。そうね。あれこれルシーと、はい、あどうだ。あ分かんなかったでしょ今。あれ何これ。えそうね、うん、ガチさんがまず出してるってことね。ねやばいなこれ。どうしよう。ガチさんかっけーガチさんかっけーホンダみたいにして、はい、ほんとねホンダみたいにして、ね、画伯思ったより画伯だな。これ画伯選んだでしょ。確かにこれ画伯だ。ちょっとやばいっすね。なんだこれ。これちょっと、ちょっとまずいな。まずいね。まあ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 、まあ、1周目ですからね。まあまあね、まあ、ねちょっと判断にしますよ。はい、これもう俺ストリートアートだからね。ああ やばいでしょ。多分見たことないやつだ。再現度やばいじゃん。いやいいよいいよ。バンクシーみたいな感じになるのか。ストリートアートってどういうの。バンクシーみたいな。まあ壁に書いてあるみたいな感じかな。はいはい、スプレーアートみたいな。あそっち系なんだ。あそっか。あなるほど。あどうなんだ。いやまあまあいいと思うのよ。なんか大体なんかこう雰囲気はもうこれだけで、まあまあ、わかんなくはない。まあね。なるほど、そういうことか。ストリートアートそうなるんだ。まあでもなんか割とあれか。どういうこと。まさか老人出てこないのここで。AI、ま、どういうことよ。もうすでに俺ウッシーだと思ってるからね。おい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 勘弁してくれよ、うん、なんか怪しいなと思ってるところに こんなこと言ってるからもうウッシーでいいかなと思ってる。だからもう2周目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 です。もう2周目です。脳トレとかもなんか打ってんじゃないのそれ。違う違う、これ AI マジ勘弁してくれよ AI。 なんだこれ。何が言いたいの。ブレインコントロールだこれ。もう完全に。あーだもうちょっともう洗脳だ、ね、2周目でもうやってやるよ。この役怖っ。これちょっと見れない人いそうだな。怖いやつがあんの。これなんかちょっと集合体的に見える。あーちょっと君ら真面目にやってくれてる。ガチさんのうちもさ、いやいやいや大真面目よ。何のゲームよそれ。大真面目だっつーの。ちょっとこれで いきます。はい、はいよ。はい、はいじゃないの。何なんだよ。清猫って入れたの。清猫だったんだもんね。清猫だよ。清猫じゃねえんだ。だいぶ可愛くなっちゃってるけどね清猫だとしたら。そうね、可愛くなった清猫だ。元よりもそうね。腹立つ。美化した清猫。さっきは良かったんだけど今のムカつくな。幻想みたいに。いくつかやべえ、ね、荷物あ。あんなに美化しちゃって。美化猫ってこと。そういうことだね。幻想みたいに書いてもらうか。もう俺信用得てると思うからな。まあまあこんなかなら分かる部分もあるかなって程度よ。いやでもまだまだそんな。こん中だったらもうダントツでしょ。さすがに。どうしようかな。あ、俺一番目だ。悩むな。俺二番目です。でまだね、もうゲームに気づいた人は絶対にない。気づいた人っていうかさ、インポスター、ゲー何のゲームかはさすがに分かんないと思う。あ、インポスターこれで分かるわけないわ。ウッシーでしょ。ウッシーのやつだってこう。いやいや、なんかさ、それで何回もミスったのはもう忘れたの。ウッシーでしょっつって、その場合大体俺じゃないんだから。ほんともう学習してくれよ。老人が書いてる場合でしょ。 AI なんだから学習してくれよ。頼むよ。あれあれあれキヨ。ああショートバージョン。俺あんまいいの出なかったな。ショートバージョン初めてのショートバージョン。 あんまいいの出なかったけど、こう右下とか ね、右下とかね。あーえうん、まあ、まあ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 でも1番っていうのもある。まあでもさっきのもよ。1番2番か。あれがさんは不満そうだな。不満不満ご不満ですよ。かわいいのある。かわいいのある。待って。キヨさんも何の信用も。そうなんだよ俺、ね、あ、終わったかこれ。俺終わったか。いやこれあんだよ俺。なんかずっとぐるぐる回してるもんな。なんかちょっと待って、そこなんか回してんのよな。ちょっと今度こそ本当に気を猫って入れてどういうことだよ。何マジで何をやってる。マジで何。終わった。ごめんなさい、これもう俺になっちゃうよね。ごめんなさい。いや何入れたんだろうな。終わった。いや、他2人によるわ。他2人。いや、そうだよね。これまだわかんない。まあまあまあ、まだそうか。俺の思ったんとはちょっと違うな。俺の思ったんとはちょっと違う。ちょっとでもなんか。そっか、寄ればね。
そう、うん、俺の思ったんとは違うけど、さっきよりは意味伝わるんじゃないのかな。そのゲームのよ、よしよしよし。思ったとは違う。ああ、いい反応だ。なんかよく見たら、すごいことになってるな。手と足が怖いな。ガサも何もしてないからね。まあ、そうだね。最悪。いや、でも、マシになったじゃないの。いや、キヨくんの可能性もあるはあるね。だってあいつ意味わかんないもん。この2枚のこれ、2枚目やばいよね。2枚目だぜ。これ、キヨとキヨ猫ってこと？違えよ。あ、そういうことか。そういうこと。あ、確かに。言われてみれば。俺、楽観しすぎだろ、これ。やばい、どうしよう。あれ何これこれ、マジこれ何これ。どういうこと？指輪か？これ、なんだこれ。指輪に、なんか穴開いてる。とんでもない、とんでもないものを作り出してる。宝石取られて指輪なんだけど。そうだね。いや、これ嘘、マジか。ひどいな。ひどいな。違う、これ、そこなんかでいけねえんだな。やばいぞ。どっちだ？ごめんなさい、俺はもう入れるしかないから入れるわ。いやー、キヨとキヨ猫かな、これ。いや、俺、キヨ猫って入れるわけない。これ、ガシさん、どういうことなんだろう。いやー。ガシさんの1個目も意味わかんないしな。何も言えない。ガシさん、一番初めに。一番初めにこう自信満々に言ったからちょっと信用してもいいのかなと思ったんだけど、まあそういう、はいはいはい、早すぎるからさ、はいはいはい、もうちょっと悩むんじゃないかなと思ったら、推理材料だからね。でも推理材料がなさすぎてそれぐらいに頼るしかないみたいなさ。まあね、うん、まあまあ自分のことは分かんないけど、牛どうなんだこれ。こう見たら確かに、でも俺の見てちょっと戦いっぽいのかなっつって戦いとか入れてみたいな可能性も全然あるのよな。あー、そういうことね。あ、戦うゲームって知ってるんだ。へえ。いや、戦うゲームでしょ、ほとんどのゲームほとんどのゲームは戦うゲームだとは思いますけど、本当にそれでいいのかな。どれだ。俺マジでむずいな。いや、ウッシーだ。ここは、え、嘘、うん、え、絶対俺が情報あるよね。いや、反応とか。あ、でも嘘っちになった、よかった。あ、俺だったのマジで。いや、お前やろ。え、マジで俺だったのこれ。それオインクゲームズの時のやつだから分かってたね。違うこれマジで俺だったの。え、何が違うの。やっぱウッシー信じてたぜ。お前はね。いやー、こいつ信じてたぜ。こんなにいい2枚目出したのに、なんだこれ。脳トレだもんな。そう、全然わかんないんだけど、すごい、でもいっぱいちゃんとゲーム名すげえいっぱいあるな。これは当てられないんじゃないか。これはまあ有名タイトルだらけだわ、さすがに。うん、マイクラ、ゼルダ、それっぽいのいっぱいあるぞこれ。ちょっと難しいこれ普通に。そうね、大ヒントになっちゃうか俺のやつが。なっちゃうね。ガシャのやつは結構今思えばヒントになっちゃうかもしれないわ。やばい。え、リングってこと？リング、やめろ。ガシャの反応で違うって分かった。なんで違う反応すんの。あらららら、なるほどなるほど。バトル当てじゃねえか。自分の好きなゲーム打っただけかい。違え。江戸さんが対戦バトルって言ったから分かったわ。ごめんなさい、言っちゃったもんね。いえ、分かんないよ、それくらい。はい、逆転勝利イエス。くそ、キヨネコに負けた。何て言ったの？キヨネコのやつ見て。めっちゃ死ぬゲーム。まあ、AI を過大評価してるな。兄弟はマリオだと思ってる。そう、マリオとルイージ出してけば大体のゲームいけるでしょって思っちゃった。なるほどね。なるほどね。違う、これリングアウトって入れたらブレーンバスターって何。ブレーンバスターはプロレスの技ですね。あ、はいはい、そしたらもうブレーンにしかこいつ引っ張られないから。ブレインの方に行っちゃったんだ。そうなのよ。なるほどね。うん、下も戦い分かりやすくプロレスにしたんだけど。なるほどね。なるほど、大きな手。ああ、なるほどね。ガシさん、
殴るでこれになる。リングアウトでリングめっちゃ出てきてるんだ、ね、これ1枚目の画伯がアホすぎるな。アホすぎるな。そうか、ね、殴るでこれだもん ね、 ね。ちょっと画伯縛りで一回やりましょうか。画伯ろくなことにならなそうじゃない。ちゃんといいの書けば大丈夫だから。本当いいの与えてあげれば画伯は化けるはずだ。画伯縛りか、はいはい、しますね。どれどうでしょうかな。これは四角いものでいってみようかな。はい、あまり与えすぎない感じで、はい、四角いもの、うん、なるほどなるほど。あんま与えたらこれまずいと俺は思うのね、うん、はい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 、あーなるほどね、うん、で画伯ね。これ画伯っすか。え、画伯これあ？どうか。俺は画伯信用してるからね。あ、まああんま1枚目からな。いやあんま攻めすぎるのは良くないと思う。画伯縛りだよね。画伯縛り。はい。はい、あそうか。画伯縛り。はい、もう行きました。あー。え、嘘、もう行ったの。考えても仕方ないかなと思って。俺ちょっと悩んじゃうな。あれ？あ、ん？あー、そこまで悩む？じゃあまあ、まあ1枚目はもういいか多少。まあ1枚目だからね。さっきバレて負けたから、うん、まあバレて負けるのは嫌だなみたいなとこあるかな。うん。さあ何が出てくるかな。なんか俺の想像してる画伯じゃないな。いや画伯怪しいってそもそもこいつ。そうよね、画伯自体で分かんないんだからさ。いや四角い、四角いけどさみたいなとこあんのよずっとこれ、うん、はいはい、これさ。どうですか。この4分割だ。いやこんな俺ね全部4分割だったんだけど、この中ではこれが一番マシかなと思いました。これ俺、いやどうかな、それどうなんだ。いやあんまよくはないね正直。なるほど、2枚目次第か。みんながどれぐらいのやつ見せるかによるかも。あ、ちょっと俺行っていいもん。はい、もう、はい、うん、もちろん白取りに行っていい。バレない範囲だったらもちろんいいよ。これだな。逆に怪しいこと言ってんな。うーん、ありがとうございます。なるほどね。ありがとうございます、はい、思い切ったね。はい、はい、うん、はいはい、まあ、理解はできます。できます。できるでしょ。できます。できます。解釈によってね。はい、うん、でもそこまでバレなさそう感がいいね。うん、結構程よい攻め方な気するな。いきます。はい、それって画伯なのかさっきの。ああ、なるほど、なるほどね。これどうかなと思い切ったね。そうね、結構緊張したでしょ。緊張しました。あの黄色いところ特にこだわったんで、ね、あの発色お前が描いたのか。いない関係ね。ガイさん怪しいな。ガイさんやりすぎる、やりすぎ。あ、でもやりすぎたらでもし、まあ、でも見てる。これは多分ね、うん、言葉を理解してないね。どうしよう。はい、しょうがないな。なんだこれ。なんて書いてあるの、まず。ね、なんか書いてあるね。これなんだこれ。これなんだろう。言葉を理解してない、ね。なんかそのままの。いや、これはこれをものとして見れば別にいいのかな。これそのまま画伯。画伯ですよね。2枚目次第ですね。これも俺の中で絞られたな、選択肢が。いや俺が勝ちたんって思われてるでしょ、これは。そうだね。いやそう思うけどな。いやさすがに俺はウッシーとギオ君はもう信用しているから。攻めるか。で俺1番目で攻めますもん。でまだ絶対俺ちょっと俺はもうね攻めない。もう絶対俺はセーフだから。てかもう後の方でいいよ2人。あ、ごめん、分かった。でも今見られたくないし、なんなら俺の中ではね。よし、3位。待って。ちょっと攻め目でいくわ、俺。ほう。信用されてないので、まあ。適当にしちゃおう。はい、ちょっとやってみよう。一か八か。あー、攻めすぎかな。どうなんだろう。
まあ他の人と照らし合わせてピースが完成する可能性があるからね。そうね、それ単体では分かんなくても、攻めすぎかもしれない。うどうでしょうか。はいはいはい、OK です。ギリギリのやつですよ。はいはい、 OK です。 OK ですか。 OK、はい、OK です。まあ何も言いません。はいはい、まあ俺はもう何でもいいんでこれでいいかな。ハックでこれ出てくる。あんな色気いいな、なんかこの絵好きだ。写真も撮れるんだ。この絵いい。あんな色ペン使ってるのに全部黒いけど、ね、色ペンにない色使ってるからね。うなんじゃこれ、なんじゃこれ、嘘。まあまあいいか、もう何でもいいと思ってほしい。はいはい、あやっぱそうなるよね。なんかこういうの出てくるね。これさっきガイさんが似てるね。うん、確かに。なんだこれってなった。うわ。さあ思った通りに来るかな。一枚目がくっきりでよかったわ。来たらもう終わるな。ああそういう解釈か。画伯でも結構変わるな、効果がある。ね、キヨ君の2枚ってなんか他と全然違う感じで。違うね。紙に書いてるもんね。画伯を写真で撮ってるもん。そうなのよ。伝わるかな。じゃあこれでいいや。いやーこれどうですか。アウト。そんねか。ごめんなさい、伝わらないっすね、全く。そうそうね、1枚目の罪もあるからな。だからこれバレかねない気もすんだよね、選択肢見たら。いやー、わかる。そうね、そもそも四角いものって少ないもんね。ね、いやもう投票はもう速やかに、すいません、はい、させていただきます。いや、させてもらいます。はい、え、ガチさん、ガチさんで合ってるよね。あれ、俺1票入ってる。あれなんで、え、俺いつも1票入んの。だから俺じゃないもん。ああ、そうか、ガチさんか。わかんなかった。実は俺なんですね。ちょっと書いたね。わかんなかった。本当だ、マジか。え、マジ。実は適当なことにずっと言ってただけだ。すげー。え、じゃあすごい、じゃあ2枚目すごい。すごい、2枚目はすごいわ。俺はね、1枚目適当なこと言って、うん、絵描いてるから額縁かなって初めに思ったのよ。もう2人とも絵っぽいからさ、はいはいはい、ゴッホみたいな。はい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 、なんか気づけたのよね。お、ね、すごい、それはすごい、すごい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 。俺マジでね、2枚目出した時の2人の反応でね、うん、俺疑われてると思ってたからね、ずっと。いや、これ今回はすごいわ。全然わかんなかったわ。あ、マジか。あ、いけたんだ。完全勝利だったわね。で、なぜかガチさんが全然ね、ガチ言わないっていう。矢印書いてあるでしょ、これ上に。俺じゃないって言ってこないから。そう、俺じゃないって全然言わねえと思いながら。そう、なんとも言えないで、ガチさんの矢印もどうなの。これのことだよ、周りのことだよ、やっぱ額縁って。ああ、そういうことか。ああ、だから矢印が出ればいいかなと思った。思った矢印が出なかったってことね。まあ、ギョーグの1枚目はもう額縁っていうか絵っぽいから、もうちょっとそこでね。まあそうだよね。いや、でもなんかうまいなサインって。なるほど。うん、じゃあできてほしい。ああ、うちのひまわりはまさに額縁に入ってるみたいなね。そうだね、そうね、はいはい、ちょっとこれやりすぎたかもな。そっか。まあ確かにここでちょっと気づいた。ゴッホが、あ、牛乳が、牛乳じゃねえ、ひまわりがくっきりしすぎてたわ。すごい、俺のこの1枚目がなんか、なんだろう、なんか額縁感もあったのかな、箱って入れて、これ4分割が。そうだね、あ、なんとなくね、うん、いや、これ難しいな。額縁でも書いてるから、もうそっか、もう気づいちゃった、ね、いや、すごいすごい、これはすごいわ。ひまわりとあのサインだけでよく気づいた、ね、なんだっけ、いい動画撮れたら今日もう終わるんだっけ。あ、そうだね、そうだったよね。お疲れ様でした。そうか、出た。おこれは縛りなし。縛りなしです。オッケー。俺もストリートやってみてえな。ストリート面白いね。頑ってみるか、ね、なるほど。よし、はいはいはい。前回なんかこれファンタジー職業キヨ君やったよね。錬金術師。あ、俺だった。錬金術師あったあった。あ、何でもいいの。何でもいいです。ファンタジー、これテキスト反映率考えたら写真とかが強かったりもするはするんだよな、まあ、そうだね。そうよね。ー、俺
ちょっともう時間じっくり使って考えよう。そうね、うん、そうね、どうしよっかな。これ確かに悩むな。これなんかこれアニメ風とか使ってみるか。なんか直接的なものか。これ終わるな。そうすると直球のこと指示できないよな。なんかバレてるからさ結局。あ、ファンタジーの。ちょっとバレないっていう方向性で行きたいとこはあるよね。そうなのよね。めっちゃむずいな。そう考えたらこれは難しい。なんか出てこないよ、ね、微妙に。いやちょっと1枚目は無茶振りするか AI に。なんか適当にまず1回止めな、うん、ちょっとまあこんぐらいにしてみよう思い切って。じゃあアニメ風あったよな。はい、無茶振りしました。渋みのあるでやってみた。お、行ってこい。これ結局伝わるから写真にしたがる。これインポスターがさ書き換えのシステムあるんだけど、うん、なんか使ったことないな。あんま使う場面なんかあんまないかも。ないように感じるよ ね、まあ、順番を4番目とか3番目にして見た後に変えられるってことでいいのかな。あ、思ったりから露骨なのできたな。まあまあまあ、じゃあね、はい、これでガシさんからアニメか。まあまあ、ね、アニメだね、まあうん、まあまあ、こういう職業でね。はい、バレたか。いやいや、わからん。まだわからん。まだまだわからん。わからんでしょ。ねえ。コメントしずれ。うん、何を言ってもちょっと答えにたどり着いちゃいそうね。ねえ。ちょっとなんか思ってるより遠いな。まあこんぐらいこれかな。え？なんか思ってるより遠いんだよな。え？これか？これ全然思ってるよりっていうか遠いけどな。いや、なんだろう。まあ、いや、わからん。いや、すいません。はい。次回作に期待してください。2枚目に。なるほど。すいません。これもう終わりです。終わり終わり。終わり。これは終わってますね。何にしたんだろう。これわかるかな、ある意味。あ、やっぱりでもちょっとね、ある意味ちょっとわかるかもしれないな、うん、ある意味レズさんぐるぐる無限かくな。癖があんのよ。いやまあでも2枚目だな。2枚目、じゃあこれかな。すげえ遊戯王だな。めちゃくちゃ遊戯王だな。ファンタジー職業。デュエリスト。ファンタジー職業だね。あれファンタジー職業か。あ、召喚師かな。だ、まあでも2枚目、2枚目だ、まあ、2枚目よね。いやどうしようかな。もうちょっとさすがに情報出した方が念のためいいのかな。画伯はきついな。念のため。アニメ強いかもね、結構。すっごいのが出るね。歴史と反映率が高いんだもんな、うん、写真風が一番高いのか。あ、ちょっとこう勝ちに行くために写真風にしよっかな。写真風にいやー直球のこれ難しい。写真で行こう。これまだみんな分かんないもんな正直。これは分かってないだろうね。お、珍しく一番になったな。どこまで分かってくれんだろう AI ね。星の反映が低い分やっぱ変な絵描いちゃうんだもんね。で、なんとかをしたなんとかみたいな文章をちゃんと分かってくれんのかなみたいな。あ、そこ分かんないだろうね。なんかそういう難しい文章にするとクソアホになるよね。なんだよね。2番クソアホになんだよな。ちょっと待ってね。あ、いや、まあ、ちょっとチャレンジチャレンジチャレンジ。あ、クソアホになるなよ。多分、待ってね。頼むぞ。待ってね。正直、あ、怒ってる。これをちょっと渋みのある分。早くしろって言ってる。この人大丈夫だって人。あ、ついま、朝ね。
あもう候補出てんだよね。あまあどれで言ってもいいな。あそうバレない。バレるね。じゃあまずいのよ。結局な今んとこバレちゃってるからね。まあでもね遊戯王くん。うん、いやー遊戯王とこれちょっと怪しいけどな。なんだ。いやいや分かってよ。あでも伝えたいのはあのいやどうなんだろうな。そうなんだよね。伝えたいのはこの白いとこでいいの？なんか情報聞き出そうとしてたのあいつ。側とかにヒントになるかもしれないから言えないな。何も、ね。そうですね。あれ俺疑われてるか。いや今俺3人とも疑っちゃってる、うん、あそう。まあまあ俺もそうか。いや分かる人には分かるかなみたいなとこもあるから。うーんあれまずいな。ねえねえ足どうなった。足どうなった。これは足はどうなったんだな。枝分かれしてるもんね。枝分かれしてるんだ。これまあまあ怪しいと見てます。まあ怪しいねこれ。いやなんかなんだろう、あ 伝えたい作品があったんだけどうまくいかなかった感じだね。あおすいませんやりすぎました。いや分かっちゃうよ。ダメだよ。あすいません。いやこれ今のその中でも一番意味わかんないやつして。今のとこみんななんかこうまあコメントしづらいかと思いますが、ね、やってんな。いやこれでもどうなんだな。俺でも意外とこれリアクション取んない方がバレないかもしんないから。そうね。だから引っ張ったんじゃないかって感じだよ、うん、確かにね。何も言わないとく。ガチさんも言ってもまだ怪しいからな。ファンタジー職業って近いもの結構多いかったもんね前。そうね。そうだね。そうするとなんか完全一致しない可能性もあるから結局絞れないみたいなとこはあるね、うん、あーかっこいいな。あーなるほど。みんな確かに出しすぎてはいないかも。かっけえ。かっけえ。かっこいいな。誰でも当てはまる系で書けるよな。いけてる。いけてる。そうね。誰でも当てはまる系、まあ、になってるように見えんな。まあでもこれみんな出しすぎないように頑張ったのは伝わるな。頑張ってるね。まあ、それっぽいの言えばファンタジー職業は書けるっちゃ書ける。そうだよね。それもファンタジーっぽい。いやいやあ、ちょっと待って、これやばいよ。いやーもう俺はもういます。入れます。決めました。俺これ、はい、これ意味わかんなかった。俺も入れようかな。じゃあはい決めました。決めました。わマジか。おそうなる。なるなるのか。なるね。そっちが入れた。おうはい。おーわかった。はい、ね、これバレるのかな。選択次第だよ ね。正直ね全然わかんなかった。あわかんないんだ。起きるのが分かんなかったな、うん、まあ確かにちょっとね俺はねピンポイントすぎるかも。いや俺ちょっと2枚目はまあそうなのかなっていうのが。俺マジ遊戯王って時にさ、うん、召喚してワード言ったんだよね。はいはいはい、はい、俺が、うん、はいはい。でも他の人たちが召喚師じゃない感じがすんだよな。ほうなるほど。でもこれウッシーとかはいはい、はい、ガシさん見たらやっぱこう剣士とか戦士とかはいはいはい、騎士とかもあるしね。その辺にいたようなのまあ、ある呪術師、盗賊。やっぱ時間ねえな。いややっぱ召喚師もあるんだな。召喚師あんだよ。ネクロマンサーとかもある。錬金術師ではないでしょ。いやわかんない。ウッシーのあれ1個目がさ錬金術師。確かに錬金してるもんね。そう、まあ、前錬金術師やったよな。え、鍛冶屋か？鍛冶屋もあるな。時間ないよ、時間ないよ。あと1秒だよ。鍛冶屋、鍛冶屋。だってあの盾が鍛冶屋なんじゃないの。あらまーほらー普通普通でした。普通よかったー。普通だな。2枚目くっそ普通。すいません、ストレートカッチュー出しちゃって。ごめん、出しちゃったよね、思った。普通すぎだろ、ケイジ。しかも魔法使いと剣士のやつで一番初めミスったしな俺。二択外したしな。確かにそうなんですよね。黒ちょっとね硬そうな服だったら。なんで老人にしようとしたこれ。まあいいじゃないですか。老人いらんのよ。やってんな。やって気づかれうちにやってんな。全然老人じゃないしな。遊戯王って書いてる。そのまんまだな。遊戯王そのまんま書いたらそのまま出てきた。あやっぱ盾だったんだね。それはなんか分かったわ。あ戦士の盾か。ああ。
鍛冶屋じゃないか。俺召喚師惑わされたもん。遊戯王で惑わされちゃったから。召喚師もあったしな。あったね、あったね。でなんで遊戯王なんだよ、そもそも。俺もわかんない、遊戯王がなんで。1枚目だし遠回しでいいやって思って、もうバレないようにみたいな、エルフの原始かなって。そっちはブラックマジシャンとかじゃない。ブラックマジシャンだと剣士じゃないから。なるほどね。あ、でもエルフの剣士なのこれ、お前が選んだやつが。あ、そうそう、まあ遊戯王が大体のイメージね、遠回し。あ、悔しいな。あ、まあまあ、まあ、今日なるね。さっきいい試合だったのにな。まあ確かに今のこれマイナスになっちゃったじゃん、レッドさん。マイナス、あれマイナスになっちゃったよこれで。マイナスじゃない、そうだね、一気にマイナスだね。そんなにダメだった今。そんなか、四角いものあんじゃん。ほんと、あ、珍しい、四角いマネック。四角いもの得意だからね俺。四角いものはもうすぐ分かっちゃうから。実績ありだもんね。童話いきますか。童話、あ、分かるかな。確かにそのお話が、これもバレないようにいこう、今回、さっきみたいに。さっきみたいに。バレないの面白いよ。そうね。オーケー。なるほど。よいしょ。とんでもなく遠く行く。なんかバレること、これバレちゃいそう。どうしよう。いや、マジで攻めなくていいレベルにしてみよう。もうそれぐらいの縛りな気持ちでさ。まあ、やるとしても2枚目だな。1枚目は、もう、おかしい。その 100% あったら、10% でも分かる要素があったら気づいてもらえるかもしれんしさ。1枚目じゃあ、もうマジで分かんなくていいってこと？まあ。さっきの遊戯王ぐらいでいい。でも、やりすぎてもインポスターだと思われちゃうじゃん。いや、でもこれさ。まあ、なんか15% 伝える気持ちぐらい。ああ。どうしよう。どうしようかな。だから1個目にさ冒険すぎて2個目も失敗すると嫌じゃん。まあね、疑われたらダメだからね、もちろん。どこにその要素が。絵柄を、絵柄をこれにしよう。敵再現率星2ってもはや全然違うの出てきちゃうのかな。まあこの書き方、写真すごいもんな。いけ。あ、俺珍しく一番だ。みんな考えてるな、熟考してるな。いや、これ難しいよ、トークすんの。俺割と熟考するタイプなのに。もうなんか、まあ、最悪に珍しいね、こんな悩んでんの。近いとか、ね、で遠いとか言わリアクションしないでね、もしあれでも。はいはい、オッケー、うん、そうね、うん、それで分かっちゃうからみんな。確かにリアクションで分かるのあるよ、ね、まあ、最悪2枚目で取り返そうっていう気持ちを。そうだね。でも1枚目で読むってなかなかできない気するんだよ。あ、まあ、これぐらい。オッケー、じゃあ1枚目いきますよ。大丈夫、はい、おい、行けなんかいい顔してんだ。いい顔してる。画伯、画伯のいい絵だぜこれは。なんかその 15% っていうので言えば、なんか分からなくもないのかも、まあ、犬で福耳って初めて見たもん。あ犬で福耳初めてだよ。まあ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 、うーん、まあ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 、あ、これしかないかな。いろんなお話がある中でそれを用意選んだってのはワンチャンあるかもしれない。まあまあ1枚目はいいじゃないですか。1枚目ですからね。いやいや、それにしてもよ、これはどうだ。1枚目にしてもよ、1枚目だから。まあまあ1枚目、まあ、2枚目でいけるいける。結局これやると疑われちゃうんだから。そうだね、ここまでやっちゃうと。次に結構寄せなきゃいけない。 0% ですから。 0% ですからね、予想。はい、いやいや、寄せます、寄せます。あれ、ちょっと思ったよりか。こんなに言われると思わなかった。でもまだ気づほんで反省してほしい。でもまだ気づかれてるわけないからね。気づかれないがテーマ。まあね、まあね、気づかれはしないでしょ、はい、まあ、おー、はいはいはい、かっこいい、めっちゃかっこいい、かっこいいね。まあでも、てかウッシーとあれだしな、なんかね、かぶった感じ。確かにちょっと共通点わかるな、ね、なるほどね。ああ。ってことはやばいのか。やばいやつだな、これ俺によっては。そうだね、ねえ、ほぼほぼ今一択になっちゃうから危ないな。あれ、ここでも調校してる。いや、バレちゃう可能性があるかもって思って。なるほど、ほうほうほう、どうだろうな。あ、別の踏み込みね。
ああ。うん。ああ、なんだろうか。まあ、まあ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 。何も言わない。はいはいはい。もう攻めたくないな。これも何もできないかな。もうこれ 100% ちょっと今俺になってるのは分かってんのよ、うん、そうですよ、もうあんま攻め、ね、あんま攻めたくないね。うん、ちょっと待って、あ、もう余計なこと、余計なことはしなくていいな、うん、これはい、もう余計なことしない、もうあいつだからいいもん、あいつだって、そうね、いや絶対あいつだよね、もう遊んじゃだよな、よし、もう、もう遊んじゃっていいですか、いいよ、俺はもうそんな考えてない、全然多分レッドさんだと思うんだよねあ、そう、この感じだとまあ一人だけちょっと違う絵は描きましたけども、うん、じゃあすいません失礼します、1枚目、はいはいなんだこいつ、なんだこの未来バージョンみたいな可愛いな、まあまあまあ、私からはもう以上で、でも俺これマジでちょっと疑われてんの危ないの、はい、さっきのね、いや悪い流れになる、いやだってやっぱ疑うよ、一枚目、これは牛とか俺の予想、牛とか俺の予想関係なく新しいの出してきたらすごいけどね、そうね、いやこれ全然わけわかんない話だと思われる、これ2枚目次第よ、いやこれ大事だからね、絶対わかんない、めちゃくちゃ大事よこれ、うわ大自然出すなよもうバレちゃった、見つけました、もう見つけました、まあまあまあ見つけた、見つけたな、はいやべー、確保、ちょっと危ないギリのラインいったかいやでもバレるかこれインポスターにやり始めてるあいつ、ごめん先般なのは認めるわ、じゃあ もうやり始めてるわ、こんなわかりやすい犯人いるんだね、もしバレたらもしバレたら先般だったら言う俺がもうあんだ、もしバレたらってよ、悲しいよ俺は、悲しいよ、やってくると思ったからいい顔、いい顔、出た笑顔、いい顔、いやごめんごめんごめん、いい顔、俺が合わせるべきだった、確かに、しまった、今はやっていい時だったからね、あ、俺は合わせるべきだったな、禁止されてたからさお前合わせるな、でもレッツさんまだわかんないよ、そう言ってるけど、確かにね、本当に確かに、俺これの情報で結構わかるかもしれないから、ね、いやもういい、なんでもいいよいやこれやばい、あ、これもうバレちゃったじゃん、やばいバレちゃったんてそれはやりすぎよこれ訴えられるそうだじゃないいや楽しそうじゃない、うん、そうかな後ろ誰の手だよ、はい、まあこれはもう、まあ、それしました、時間かけてもね、うん、こんな分かりやすい犯人いんだこれ違ったらビビるってこれ違ったらビビるな、これ違ったらマジビビるじゃないか、実はどっちにしろ先般ではあるから、うん、先般だねこれは、あーよかったよかった、よくわかったな当たり前だおもろ、まあ、バレ赤ずきんあれ、赤ずきんあれ、赤ずきんあれ、あーバレんのかこれ最悪だもん、もう早くしろ、狼と小ヤギ同じく迷ってる意外といるって思って意外とレンガの家子豚犬いろいろ情報探してる、ミッキーマウスいる、ミッキーマウス、ミッキーマウスいるんだよ、そうなんだよな、ミッキーマウスいるぞ、いますよ、こっちもいますよ、隠せ隠せ隠せ、でも犬がいるから、先ほど狼、狼、隠せ隠せ隠せ、バレるバレるバレる、狼なんじゃないかなって思って、バレる、あっ、おい隠そうとしてんだよ、バレるバレるバレる、やばいやばい、隠さなきゃ、ヤギと亀、やっぱ自分を信じよう、赤ずきんだと思うんだよね、うわ、ああ、なそのリアクション間違ってるな、レンガの家だった。こいつ赤ずきんかけ始めてそうもう確保確保でしたよ、オオカミに引っ張られて一番やっちゃいけないことやったもんなお前赤ずきんの方かと思った、あー牛犬でちょっとそうそうそうちょっと遠ざけたのね、オオカミ感をちょっと遠ざけてね、バカ犬、
昔話に出てくるよくある山じゃねえのよ。桃太郎とかだったらよかったね。そうなんだよ。赤ずきんちゃんじゃないよ。笑顔。ちゃんまで笑顔の。笑顔のうち。全員同じようなやつだ。でも俺ちょっとね、テンションガタ落ちミッキーにしたんだよ。めっちゃテンション落ちてなかったのよ、テンション。ガタ落ちしろよ。すげえ楽しそうだったのよ。再現度高えな、マジで。ミッキーすごいわ。これはあれだね、新しいパターンだね。外すのなかなかないからな。そうね。こっちに寄ってったか。よかった。途中で完全に犯人が分かるパターンだ、ね、あー圧倒的ミスリード。圧倒的ミスリード起きたわ。狼すぎるってちょっと焦ったけど、あれでよかったんだね。いやガジさんのやつがむしろ狼意外といっぱいいたっていたんだろ、ね、出がち狼家だったのか。じゃあ有名企業ブランドでいきますか。うわー、このバレないように行こう。バレないように。有名企業知らないことないかな。まあ有名企業大丈夫。有名だから分かんじゃないの。グーグルとかだろうから。あ、そういうことか。グーグルだったらまあ攻めようあるか。なるほどね。そういうことなのかな。あんま攻めちゃダメだな。まあでも攻めすぎないと、ね、俺みたいになるから気をつけてね。いやそうなんだよな。しくじり先生現れた。しくじり先生俺みたいになるな。キヨ先生。でも炙り出しには成功したよね。勝手に勘違いするっていうさ。そうね、意外と勘違いしてくれるから 15% ぐらいでよかった。焦ってね、もう行っちゃうんだよね、これだって。信じてもらいたくて。これどうしよっかな。ちょっと行き過ぎちゃったかなとか言ってたかな、あいつ。もう2年目に関しては俺バレするからふざけてたけど。ふざけてたか。赤ずきんちゃん書いちゃってたからな。あ、わかった。ちょっとせっかくなら俺もストリートアートで行こう。俺もストリートアートにしてみました。あ、いいっすね。あ、マジ？やっとわかる。新しいジャンルだからね。うん。画伯気に入っちゃったな。オッケー。画伯面白いね。オッケー。あ、俺最後なんだ。早いな、みんな。うん。ほう。さっきは悩んだけどね。いいのではないでしょうか。ほう。攻めすぎずで。攻めすぎたらバレるかもな、これ。うん。これ。そうね。はい。まあ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 。一枚目にしてはいいラインだと思うんですけどね。まあまあまあよ。まあまあまあ。ストリートアートだこれ。うん。ね。まあまあ。はい。了解しました。了解しました。はい。了解しました。了解しました。はい。やっぱなんかもっとやればよかったな。なんか思ってんのと違うな。それでいいのよ。ストリートアートにしたかったのかな。正解なんだって。本当じゃあオーバーにリアクションしてほしかったな。いい、そんぐらい乗っていいよねって。今とにかく信用されたいんだろうな、きっと。そうだね。人のもう信用に飢えてるね。さっきなかったんだろうな。承知承知って。承知。あ？どうだ？なんだ？あ、もっといい反応してよ。あ、もっといい反応してよ。いやー、なんか、なんこれ。嘘。なんこれ。なんだろう。嘘でしょ。おい、お前たち。まあ次頑張れよ。え？オッケー。え？そんな。まだまだ。焦んな焦んな。2枚目あるか。嘘でしょ。早期を落とすな。うーん。壊れてる。なんかごめんね。ちょっときついな。おお。ちょっと思ってたのと違うな。何かが分かんないもん。これ物が分かんないんだよな。次回作に期待ですね。これ間違いなく、うん、いいライン言ってんの俺だけだな。まあ分かっ、もう捉えようとしたら分かるよねっていうライン。俺のを見てもそう言えるかな。同じじゃねえ。ほぼ同じじゃねえ。いや確かにウッシーのは結構いいラインかも。そうね、俺のはね。一緒じゃない。俺だけだ。記憶何して。確かに、なんかそれで何が伝わる。やばいやばい。じゃあもう答えに力かかなきゃ。やめろやめろやめろ。赤ずきん。さあどうしようかな。どうしよう。俺は信用得てます。いや、得てないです。分かんないな。得てないです。得てないっすか。得てないです。
正直同じ似たようなものを描いた俺とウッシーはそうよね、白寄りに見えるんじゃないかなって思っちゃうよ。そう思っちゃう。1回目だし。でも君だと同じような絵を描いたところで意味はないわけでしょ。そうだね、もちろん、うん、どうしよっかな。行くぜ。お思い切りだ。一番初めにこれを売ったということで、いや信用してもらいたい。よく考えてもらいたい。ちょっと俺もはや難しいお題の方でいいや。さっき浮世絵やったから、じゃあもうまあまあまあいいでしょ。もうちょっとそんな出さないようにするわ。絶対笑顔の老人描いてるだろう。いやいや勘弁してくれよ。さっきだって描かなかったんだから。さすがに違う。確かにさっきも描かなかったもんね。やだな。俺も笑顔の老人でよかったかな。ハグまるでいつも老人描いてるみたいに聞こえちゃうじゃん。ね、そんなこと言うから。持ちネタみたいになっちゃうもんね。ねえ。ああ勘弁してよ。老人使った笑い取る人みたいになっちゃってるからな。ねえ。レッツさんは割と今黒いからね。そうよ。そうね、これわかんない。みんなが分かってくれるかどうかなんだよな。お前らの頭の良さにかけたいな。はい、ガチさんはあんま分かんないんだけど。ちょっとね。じゃあまあ2人。ちょっと違うね、よし !2 人に頑張ってもらえれば。全然わかんねえぞ。確保？確保ですか、これ。これは何？いやいや、頭よければ分かるよ。かるああ、バカばっかでもうやだな。この卓やだな。もう大バカばっか。声出し始めたら自白だから、それも。男ってほんとバカ。いや、ガチさんはね、絶対ガチさんあれだよ。なんか、はい、ね、キヨ君とウッシー関係に似たやつ書くからね。このゲーム大声出したら自白なんだって。アウトー、これアウトだね。アウト。え、そう、これはなんかそれっぽく書いて勘違いしてるパターンな気がする俺。そうだな、そうだな、あ、そうだな、これカッコだわ。これアウトです。はいはいはい、これさっきのキヨ君と同じパターンな気が入ったね。いや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 、わかる、経験者語る。俺が笑顔の老人書くとか言った？あれ、もう忘れてたけど、カード勘弁してよ。そんないつも同じの書かない。言ったこと忘れてたけど。笑顔じゃない、笑顔じゃないな。笑顔じゃないでしょ。いい絵だな、老人って写真。近いな。たまんないな。長年連れ添ったのかな、一緒に。いい構図じゃないこれ。いい構図だけど。まあまあまあ。いいね。まあもうこれでいっか、なんでもいいから、はい、あーでもちょっと難しいな。清猫だったらどうしよう。来るかな、さっきも帰ってたもんな。清猫リベンジ。あー猫かわいい清猫ね。はい、わかりまーす。渋哀愁、渋哀愁、すご後ろ姿、渋いいいいわ、芸術点高い、しましたすげー、かっこいい。余生としては完璧だね。もう俺は即投票です。これはまあもういいんじゃないですか。これはガッチャン当てることもできないんじゃないの。難しいかもねこれ、うん、そうかもね。いや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 、うん、いやいやいや、まあもうこっからですよ。もう自白してる。やるか、やるか。いやいやいや、いいの、負けちゃうよ、いいの、負けちゃうよ、負けちゃうよ。俺で3票がガチさんに入ったらもうガチさんしかないからやで、準備してたじゃん。あ、でも1個潰せたからいいかな。何？あ、そっか、そうだね、なるほど。マイクロソフトを潰した、マート返して書いてましたもんね。そうだね、それ以外のもんだよね。まあパソコン入ってもいなかった、これ難しいと思うよ。多分アップルじゃねえかなと思うんだけどな、普通に。これね、どうでしょうね。確かに。そう、Windows の逆でさ、勘違いして、あの、もう僕らは、あ、やばい、もう何も言わないっていう風になるな。もう何も言えない。これもう本当に何も言わない。レクルトさんはこれ Windows のマークかな、これ波の。だと思ったんだけど、それが違ったから。なるほど。なんだこの顔は。インスタ、ディズニー。あとこれなんだろうね。リビトン、リビトン、ナイキ。もう時間ないよ。本当だ、あと15秒だよ。絞り込めたかな。ウィキペディア。ウィキペディアも企業なんだね。あと5秒だよ。これはね、ウィキペディアですよ。
おっ、おー、分かっちゃいましたよこれ激ムズでしょ。あぶねー、いや、これはマジムズい。アマゾン川か。そう、アマゾン川帰ってたのよ、俺。あー、ほれ何があったの。だ、本当はジャングルだったの。ジャングルとかいっぱいあったの、はい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 、なんか川だけにしたの危ないから。俺もね、はい、川どっから出てきてアマゾン川だよ。あ、そうか、ベルトコンベアだよこれ。いや、じゃあ川にいる方針があるからさ。そう、そうか、そうか、アマゾン川で攻めたんだ。一応川つながりで老人置いたのか。だからキングは分かってたけど知らないふりしたのね。知らないふりしてた。なるほど、パソコン被ったのね。あ、そうね、そうだね。ヒント少ない。老人と犬の老人と犬の他の写真もすごくいい。かわいい、かわいい、いい写真、すごくいい、かわいい、いいな、いいね。いや、難しかったなこれな。いや、これはちょっとやっぱね、出さないと勝てない。今まで出しすぎてたんだね、俺ら。そうね、だ、出さないとインポスターに勝てるのかもしんない、ね、いやそれやるとインポスター難しいな。難しいよ、インポスターがそうなると。で、ね、そうなるともう勝ち目なくなっちゃうな。1枚目あんま攻めてこないからさ。いや、でもそこでなんか奇跡的に気づくこともあるからね。まあそうだね。じゃあ面白いな。あれ、みんなもうチェックをしてんな。まだいきますよ。はい、2時半ですが、もうすぐ。まだね、まだ今日はそんな撮ってないですから。もうすぐ2時半ですが。2時半か。え、今まだ40分とか30分？いや、1時間経ってる。四国行く時間ぐらいかな。うん、でもまあ今日はまだ皆さんいっぱい撮ってらっしゃいます。いや、私はいいんですけど、ゲームみたいに。私も撮らせてくださいよって。撮らせてくださいよ。はい、行きましょう。3戦目なんですから。で、どれ？どうですな。近くまた童話行こうか。うわあ、行ってみるか。これ童話の童話の戦い方分かったからね。ちょっともう一回リベンジしてえな。これ逆にインポスター来てもありかも。そうだ、味方が分かるね。うん、なるほど。なるほどね。なるほどね。なるほど。攻めないっていう方針だな。ね、ああ、何か面白いなこれ。何書いてもでしょう。俺ね、あー、どうしようかな。詳しくねえからな。 15% ぐらい合う感覚でいこうかな。いやー、どうしよう、これかな。もういいかな。どうしよう。とりあえずこんぐらいにして、まあ、はい、2枚目攻めるかな、はい、じゃあまあそうね、1枚目で出すわけには結局いかないか。 OK、 よし、はい。あ、みんな変わんないな、今は。いや、難しいよこれ。何やってんだ。ちょっと待ってください。いや、どう来るんだ、みんなどう来るんだ。 15% でいいよ、ガチさん、 15% で。ジョブズやんないでよ、ジョブズやんないでよ。もうなんかすごい映画のポスターみたいな。エスケープってテーマまで。エスケープじゃないんだね、これ見たら。あ、ほんとだ、エスケープじゃない。イエーケープになってる。なんだろうな。なんだろうな、これ。あー、まあ、あー、はい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 。なんかもうみんな困惑してるのを感じるな、すでに。あんま攻めちゃダメだからね。どれが一番使いかな。お話の一部分をうまく切り取ってちょっとでも信用してもらう感じかな。まあまずはこんぐらいでいいでしょう。まあまあどうとでも取れます。そうね、なんか俺の一枚目微妙だな、いつも反応が。いや、まあでも、いや、まあみんな一枚目はそういうもんよ。 10% ぐらいの、そんなこれこれとか言ったらバレちゃうじゃん。 10% はごめん、確かにすいません。そうでしょ。はい、すいません。うわ、これこれもうぴったりじゃんとか言ったらバレちゃうじゃん。いや、俺今の俺が間違ってますね。本当はそう思ってるよ。あ、そうなんですね。悪く悪い気してなさそう。まあ俺も 15% ぐらい。15% ぐらい。15% ぐらい。15なのか。すごい。もうなんかわかんねえ。15。ご了した。あくまで15だ。あ、これクソアホ AI 出ましたね。あ、クソアホ AI 出ました。はい、言ってるぞ。あ、やった。やっ
てんな。やってる。クソアホ AI なんだってこれマジで。これマジでさ。何を入れたらこれになるのそもそも。いやもうあとでそれはもう確認してくれ、まあ、やったって言いたいんだけど、このままだと犯人すら分かんないよ。分かんないの今。そうよね、もうちょっと攻めるわ。ガイさんのやつなんだろうな、これなんだろうな。まあうん、ウシよりはいいけど。でも意味わかんないとあれじゃん結局。まあまあ確かにね、意味ないじゃない。まあね、まあキヨくんはだいぶいい方、 15% は含まれてしまった、まあ、でも、まあ、怪しいのはわかるから何でも出てきそうって出てきそうな感じも、はいはい、あーそう待って、でも攻めすぎかも、攻めすぎかもしれん。あーなんて書けばいいんだあれ。これでいく。もうじゃあもうこれバレてもいい。ダメだだってもうやんなんだったからさ。まあまあまあね、あれがあれだからね。もう1枚目あれ出ちゃった以上、これだけだとちょっと信用が薄いから、これでちょっとごまかすみたいな感じで、これどうしよう、はい、1枚目あれ出ちゃった以上もうしょうがないって。なるほど、これで、いやー、まあ、まだ分かるはずないからね。分からんな、ちょっと待ってね、今はいよ、どこのまあこれで誰一人分かんねえな。確かにステンドグラスにしたら反映されないから、うん、ステンドグラスはひどいからね。ひどいね。いや言いたいことあるけど何も言えないからな、反映される確かにね、これ反応で分かっちゃったりするから。そうそう、反応で分かっちゃう。言いたいことあんのよ。あるね。まあまあまあいいんじゃないですか。あ、まあいいんじゃないですか。俺はもう思った通りな。お。うーん。15%。リアクションしづらいんでしょうね。これ15%。リアクションしづらいと思いますよ。なるほど。ああ、なるほどね。2枚目なんだからもっとちゃもうちょっと攻めなきゃ。うち1枚目それなんだからさ。攻めたじゃないですか。1枚目がもうちょっと攻めれたね。攻めましたよ。よくない。自分でも分かってんじゃないの本当は。俺は厳しい。俺はこの、はいはいはい、これ全てを見てほしいわけじゃなくて雰囲気だけを伝わってほしい。はい、これの全てをこのまま捉えちゃいけない。ああやけに保険かけるじゃん。本当か？保険かけないともうこんなんで出ちゃったすごい保険かけて出してきたな、うん、怪しいぜこれ。まあでもある意味ミスリードにもなったかなと。ねえこれどうなってんの、はいはい、いやこれはねこれどうクロスしてんのこれ、ね、これですよ。ぶつかってるな。おっゴチさん、ああらガチさん、なんか近いな近い、ね、あらららららガチさん、あらららら、じゃあもう我々いいんじゃないですか。あーでも確かにそっちの方で出来上がったか。はい、まあ私はこれですね。キヨさん、はい、怪しいな。はい、なんかそれっぽくはあるな。いやでもなんか伝わるでしょ、ね、これ伝わるでしょ。俺1枚目一番攻めてるからね。いやこれキヨくんでしょ。1枚目一番攻めてるって一番攻めてるな。これ家だろ、ただ家だろ。え、これは多分ね、言われたこと分かるから多分 これだと思う。こっちだと思う、俺この人と思う、普通に。いや、俺もまあこの人かな。俺のやつを見て女、女性っていうのだけ捉えたのかなと。誰か、あー、キヨが、うん、俺が、お俺、誰か俺に入れてるし。なぜ、はい、なぜ俺に入れた。俺です。ええー、おーそうなんだ。いやそりゃそうでしょう。このブロードビジョンは何だった。いやあの飛行機わかんなくてさ、言ったじゃん、ほあんなに保険かけたのに。ちょっと待って、俺逆転勝利目指すわ。いやてかね、まあまあまあいいや。あった、ちょっとこれだな、出しちゃうな。バカだな。オオカミ見えてたのかな。あ、こっちか、隠さなきゃ。右下隠さなきゃ。危ない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 。分からない、あんじゃん。バレんだよ。いやいや、バレちゃうバレちゃう。あ、分かった、危ない、バレちゃうバレちゃう。俺のやつだと、こぶった。さっきのね。あ、可能性あるね。さっきと、
さっきと紛れてんな。シンデレラかラプンツェルなんだけど、うん、シンデレラだったらもうちょっと何かあるんじゃないかなと。あと俺の絵でもああまあってなるんじゃないかと思うの。雰囲気がシンデレラだから。雰囲気シンデレラ。白雪姫あんな。やめろ。あーガシさんの。ああ。まあ色彩の感じ確かにな。あラプル？おお。お姫様に絞ったわけか。ああ。よし。いやーこれねー。そらバレるよそら。勝ち。わかんない。これ知らないから見たことない。完全にレッドさんの飛行機。え、俺の飛行機なの？嘘でしょ、俺の飛行機で？あの紙じゃなくて？いや、俺これ見たことねえんだよな。いや、俺も見たことないよ。塔の上のラプンツェルね。ただ、やっぱ高いところ的な意味で、はいはい、めっちゃ高いところでしょ、あれ。そう、紙がブワーンって出てくるのがあるのよ、シーンがそういう。そうなんだ。キャサリンってゲームで、なんかラプンツェルモデルだったか、ちょっと知ってたっけ、俺。いやー、わかんない。金髪の女性ちょうど金髪の髪の。そうなのよ。ちょっとね、髪アピールが強いとわかるかも、ラプンツェル。だよなー。あー、そっか、ラプンツェル脱走ってそういう意味か。めちゃくちゃ。脱走ったんじゃないの、あれ。だから知らなすぎて、それしか書けないのね。確かに、そこから出たいみたいなことだもんね。あ、へー。髪長いな、確かにこれは。髪のイメージが強いね、ラプンツェルは。わかんないんだよ、こっち。俺、超可愛い女性。いや、姫まで行っちゃダメと思って書いたのよ。髪長くして。はい、15% が女性だった。なるほど。そう。いやじゃあ、ラストいきます。はい。俺、今日多いな、インポ。ちょっと知らなすぎね。インポ多い、めっちゃ。いや、俺も多い。ね、インポやろう。俺らインポ、俺らインポ多いね。インポだらけ。うん。インポだね。インポやろうが。一歩やろう。やっちゃってんの。赤色の V？ どれがいいかな。一歩？一歩？一歩です。じゃあどうしようかな。V じゃないの。てってきてってって。え、これどれがいい、どれがいいと思う。一歩。一歩。どれが難しそう？難しそう。感情とか分かりやすいんだよな。企業ブランドはやったし。そうね。うん。やっぱ俺らは偉人しかないのか。偉人行くか？どこ作る？偉人は知らないパターンありそうだな。知らないね。私ですね。職員する。なあ、そうね。いや、どれでもいい。どれがいいかな。ゲーム実況者来るかな。職業でゲーム実況者来る？やるか。ね、YouTuber のことしな。職業行こうか。はい、そうです。行くか。バレないように行こう。はい、バレたらやっぱ。そうね。バレないのが一番。職業は絶対バレない。絶対にバレないという強い意志で。また来るか、これ。うん、はい。なるほど。はいはいはい。わかりました。はい。これね。はいはい。なるほど。これきつ。あー、バレそう。これなんかさ、ちょっと1枚目寄せなくていいよね。いや、1枚目は寄せない方が。結構バレやすい気しちゃうな。どうしよっかな。バレにくいようにするためにこの反映率低めなやつが良かったりするのかな。いや、そうだよね。結構そうだね。鍵となるものを書いてしまったらバレるから、みんな気をつけて。で、いっぱい喋っとけば。味方っぽく喋ってんだな、あいつ。こいつは悩むぜ、マジで。これは悩むね。誰もさすがにちょなんかすぐに行けないのは答えに行きやすくなっちゃう気するもん。まあこのくらいの遠さならいいのかな。待って、おかしいな。違うの？ 15% ぐらいでいいんだよね。うん。え、ああいや、ちょっと待てよ。あー、いや、 15%さすがに画伯使うの危ねえかな。俺画伯に行こうとしてた。いや、なんか画伯めちゃくちゃなのやるときもたまにあるから。いや、いや、このくらいシンプルならまあいける、いけ。あ、画伯、画伯でいいよね。いや、無茶ぶりせずにシンプル。いや、みんな悩んでるよこれ。とりあえず遠回し、遠回しにちょっと、うん、遠回しに行きます。画伯に難しい指示すると終わるから。違う職業って思われちゃったらもう終わりだよな。はい、あ、すいません。あ、じゃあ私からのようですね。はい、どれ、あ、どれかな、なんか絶妙だな、どれ選ぶか。これにします。はい、
はい。なるほど。まあまあ何も言わなくていいですよ。なるほどね。何も言いません。全然いいですよ。思うとこは結構あるけど何も言いません。はい、それはもう結構です。大丈夫です。はい、伝えました、はい、まあ各々の感性に任せますので、はい、違うな、そんなもんだなって思ってました。ちょっと待ってね。違うな。あ、ディスられたか。ノータッチのふりしてディスってきたわ。え、ちょっとすいません。ちょっとすいません。ちょっと思ってたの違った。いや、なんか偉人とかに。でもまあ。まあまあ。いや、ちょっと大丈夫これ。いや、ちょっと。2枚目じゃない?2枚目で、2枚目で本気出しました、と。大丈夫。はい。本気あんま出さない方がいいんじゃないこの場合。まあ、確かに。なんだろうな。わかんなくもない。画伯は良くないのね。まあね、いやでも俺画伯だけど綺麗な絵描いてきたよ。いや俺画伯だけどなんかなんでこんなに いっぱいいるの感はなんか いっぱいいんのよ。なんだこいつら。なこれは何いや版画 いっぱいいる必要はないのよね。全然わかんないこれ。めっちゃ笑ってんな。笑顔の老人って書いてある。笑顔のなんだかって書いてある。書いてない。笑顔の指示出したんじゃないの？書いてない。やっぱ画伯ダメだな。でもまあ1枚目に出すにはちょうど良かったりするよね、画伯くらいが。まあね。絶妙にぼやかしてくれてたりするから。どうしよう。誰これ。あんま行き過ぎない方が嬉しいね。誰これで画伯ってそうなっちゃうんだよな。え、これ画伯？すごいハンサム出てきた。画伯うまくない？すごいハンサムじゃん。画伯じゃないよこいつ。画伯じゃん。めっちゃうまいからな、ね。当たりの画伯出てきたな。本当の画伯が出てきた。ねえ、すごい画伯界の最上位が確かに出てきた。どうしよう。全員画伯なんだ。全員画伯なんだね。本当の画伯は俺だけだけどな。でもこれもし1枚目で伝えられたなってもう自分で思った場合はもう遊んでもいいってことだよね。なるほど。こういう伝え方したかったんだろうなとかも察知してもらえてるかもしれないもんね。まあ、なんとなくわかるでしょ。でも、うん、はい、わかりました。じゃあ、いやまあそこはもうみんなに任せる。どうしようかな。どれがいいかな。もう一押し必要かな。いや、もう大丈夫やろ。よし、これぐらいでバレないと信じる。お、でも連続一番だ。いやでもこれもう伝わってんじゃないかなって思っちゃう。なんとなくのニュアンスが、うん、バレてはいないかな。バレてもいないし、バレてもいないし伝わってると思う。よし。あ、これ私からのようですね。絶対老人書くなよ。いやそんなさ、最終試合だからって、うん、なんか分かりやすいふりしてたけど、しさっき、いやほんとなんかやだなそういうの。あれもうなしね。あとなんかもう助走つけてない、なんか、うん、いやいや見てから言って、そういうのは。あれそういう文句は見てから言ってよ。走り出してる。いるじゃねえ。いるじゃねえか。大事に老人置くな。いるじゃねえか。ど何してんの。おじさん何してんの。おじさん何してんの。鼻に座ってるね。鼻に座ってるな。そこ座っちゃダメな場所だと思う。ダメだな。めちゃくちゃ勃起してる。いや俺はもう一番上でいいかなって。別に、うん、俺はまだもうちょっともう一押しぐらい行きたいな。別さんは今絶対行かなきゃダメだな。そうね。なんかでもバレないぐらいでこんぐらいかなレベルですね。わかりました。 あーとか言っちゃダメ。あ、ごめんなさい。わかりました、わかりました。あ、いやわかるわかるわかる。でもわかると思うけどな。わかるよね。まあしぶしぶ。いやこれ良くないな。ちょっと待って、
ガチさん次第だわ。だからもう割と。あ、そうね。あ、なるほど。あ、なるほど。普通に。はい。老人じゃねえか。画伯に書かせた。絶対老人じゃねえか。これ画伯なんだ。画伯バージョンだよね、これ多分。画伯バージョン。画伯いい絵描くな。確かに。普通に本当の画伯かもな。ねえ。なんか今日の画伯調子いいな。確かにね。今日の同じ画伯とは思えないな。マジで、うん、今から絵を出すけど、うん、何にも言わないで、はい、何にも言わないまま投票に行こう、うんうん、なるほど、うん、それは見てから考えるけど、はい、まあ、まあまあまあ、はい、なんだろう、一応それは頭に置くわ。すごいギリギリ丸待つじゃん。じゃあ投票いきましょうか。なんか一気に難しくなったな。いや、これ遊んだんだよな、ただ別に意味とかじゃなくて。そうだよな。え、そうだよね。意味とかじゃないんだよね、これ多分。意味いけたか。意味はない。何を言ったらそれになるんだろうな。いや、いけ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 。いや、わかんねえな、俺も。え、俺がなんの？俺がなんの？いや、さすが俺がなんの？え、そうだよな、さすがにこれ。絶対さすがにそうだと思う。そうだよね。はぁー、お前らのせいで負けたじゃん。どういうこと？どういうこと？どういうこと？お前らのせいで負けたんだよ、俺が。それはそうなんだけど。お前らのせいだ。いや、でも当てれば負けじゃないか。確かに。当てれる当てれる、これ。どうだろうなぁ。余裕で当てれるよ。いや、わかりますよ。まずウッシーのやつで机の上でする作業の職業ですね。はいはいはい。そしてガチさんとキヨくんで帽子をかぶってることがある職業。はいはいはい。あとはもういらない。うんと俺の2枚目、忍者のわけはない。ミュージシャンでもない。お花畑俳優でもない。下脱官でもない。医者でもない。 YouTuber でもない。プログラマーはない。アスリート、イラストレーター、ありえるね。教師違う、海賊違う、スパイ違う、プロゲーマー、パイロット、科学者、シェフ、はははは。イラストレーター。この帽子は、うん、手塚治虫的な感じだったんじゃないのか。あ、海賊。あ、まだ忘れてくれた。急に海賊行った。俺はこのエッフェル塔みたいなね、このパリを描いたんだが。なるほど。パリは芸術の街なのでイラストレーターだ。はいはいはい。正面完了。まあそうでしょうね。なんで漫画がないの？漫画が何に？なんかさ、くっきりしてなかった、職業の違い。そう、俺漫画があると思ったから、ね、似てんのなかったね。こんなに類似点だらけの職業初めて見た。おい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 、こんな細分化するか。こんなベレー帽とおじさんでゴッホみたいなの出てきたの、ね、出てくるんだね。マジゴッホって書いたのかと思った、ね、確かにゴッホっぽかったよ、ね、これ。それやりすぎようって思ったらこんな感じだったんだ。老人と孫。孫も結構老人なんだ。孫も老人なんだ。孫も老人、孫も老人だけど。俺初めて強い男性で、強い男性で、はいはい。でもベレー帽だったからね。俺はもう どの段階で俺ってなったの？いや、もうそれは分かった。まあ1枚目の時点で、 てか他のみんなが結構分かるのを書いちゃったから。そうだね、そっちより言ってたから。で2個目で気づかれたかなってなった。だから漫画家になった割と。あ、なったんだ。うん、なんかもう1枚目の時点でもう結構出しちゃってるもんね、これ感じだったね。これ確かにベレー帽っていうかね、なんか帽子がね。帽子がね。そうだね。うん。まあでもミスリードするつもりだったんだけどな。なかったね。そうね。まあ、まあでもなんかやっぱ警察とかもあるのかなと思ったよ、帽子だからさ。ああ、なるほど。取り調べ室みたいな、俺の。ああ、なるほど。取り調べ室だと初め思ったのよ、俺。取り調べ室。本当に。まず取り調べ室で、あ、強い男で OK だと思って。なるほどね。書き直そうと思ったのよ。この絵が良くなかったから、いっぱいいてさ、はい、なるほど。そしたら間に合わなくてって感じになったんだけど。なるほどね。あ、でもそうね、ベレー帽だね。ベレー帽ね、やっぱイメージがちょっと。あと俺のがあんまりこう違うっぽいリアクションしたから、あ、じゃあ警察じゃないんだなってなって。いや、警察だとしてもこれちょっと違うけど。これいやでも 15% ぐらいはあるかなと思う。これ見て警察かなとはならんけど。まあね、めちゃくちゃ笑顔だからな。警察あんま笑わないからね。だから逆に俺に合ってるみたいな雰囲気を出したらむしろいけたかもね。
なるほど。いや、わかんなかったな。難しいな、さすがに。難しいね、それ。だからみんなこう、そこで、そこでは。難しいゲームだ。面白いね。画伯いいな。画伯いいね。画伯めっちゃいい。